大阪市立堀川幼稚園は、かつて、大阪府大阪市北区にあった公立の幼稚園。明治初期1886年に、北区堀川南小学校付属の幼稚園課として、創立した。大阪駅から東へ 1.4km、大阪天満宮の陳寿の森である南森町の、交差点のやや東側の国道1号に面して、園舎があった。 園舎は1886年の創立以来129年間、大阪市立堀川小学校に併設。北区の南東部の天馬と総称される、江戸時代天馬組以来の市街地の中央にあり、大阪天満宮の車窓南森町に立地。近隣に商売繁盛の神様、堀川のエベスさんとして、今宮エビス神社や、西宮エビス神社と共に、著名な堀川エビス神社、 南北 2.6km で日本一長いアーケード商店街として知られる天神橋筋商店街、ラジオ FM802FM 心放送局などがある。鉄道3線の最寄り駅のある南森町交差点。北東角の理想な銀行や FM802 など、入居の山と南森町ビルを東へ 100m 進むと堀川小学校、幼稚園。 鉄道3線の駅があり、大阪駅もと保険の便利さのため各地評価も高く、都心ながら住宅街としてマンションやタワーマンション建設が相次ぎ、併設の堀川小学校は人気の校区となっており、児童数も急増。少子化時代ながら2006年には3教室を増設し校庭も整備。校区の人口は、 増える一方で二千四十年には二千十七年比で約九点三パーセント増、児童数もピークの二千二十七年には二千十七年比三十六パーセント増、必要な学級数二十九で不足六教室と大阪市は予測している。二千十一年に大阪市長に就任の橋本徹が全幼稚園の民営化と号令をかけたため、大阪市は二千十三年九月に 基本的には、すべての幼稚園を肺炎あるいは民間移管するとの、市政改革プランの方針に基づき、大阪市立幼稚園の民営化について現時点での考え方を策定した。ただ、市立幼稚園の民営化、肺炎に関する条例の改正案が2013年11月29日、大阪市会の定例市議会委員会の場で、 橋本市長が代表を務める政治団体大阪維新の会を除き、公明党、自民党、民主党など4会派の反対で14円について、否決。廃止は5円にとどまったが、堀川幼稚園が含まれていたため、堀川幼稚園は創立130周年の2016年3月末で閉園となった。1月、東海ビスに、 数十万人が訪れ賑わう堀川恵比寿神社。堀川幼稚園の1899年移転時の園舎の近く、強く、正しく、美しくの3つを教育目標に掲げ、下記五点を目指している。大阪シティバスに堀川小学校前バス停がある。ありがとうございます。